フレディ・ギブスは、アメリカ合衆国インディアナ州、ゲイリー出身のラッパー、ソングライター。別名ギャングスタ・ギブスとしても知られており、ヒップホップグループ STR8 スラマンクリックのメンバーでもある。多数のミックステープをリリースした後、2013年にデビューアルバム、イースジンをリリース。その後、シャドウオブ、エイダウト、ユーオンディーライブにワイズ。 フレディなどのソロアルバムをリリースしたほか、マッドリブやザ・アルケミストとのコラボレーティブアルバムなどを多数発表している。ヤングジージーとフレディ・ギブズ2006年にインタースコープレコードと契約、その後ロサンゼルスに移り、アルバムを収録するも1年後にレコード会社の方針が変わり契約を切られる。2011年にはヤングジージーのレーベルで歩くとワールドと契約するが、 2012年8月には、ヤングジージーがビジネスベンチャーを一旦リセットするため、ギブスを手放す。このことは、お互い合意の上でギブスは対立などは一切なかった。多数のミックステープの自主リリースを経て、2013年6月19日に、自身のレーベルイース人からデビューアルバムイース人をリリースした。2014年10月31日、 マットリブとのコラボアルバム、ピニャータをリリースする。2015年11月20日、2作目のソロアルバム、シャドウオブ、エイダウトをリリースする。2017年3月31日、3作目のソロアルバム、ユーオンリーライブにはアイズをリリースする。2018年6月22日、4作目のソロアルバム、フレディをリリースする。10月31日には、 カレンシーとアルケミストとのコラボアルバムフェティをリリースする。2019年6月28日、マットリブとのコラボアルバムバンダナをリリースする。2020年5月29日、アルケミストとのコラボアルバムアルフレードをリリースする。このアルバムは第53回グラミー賞の最優秀ラップアルバム賞にノミネートされた。 フレディ・ギブスは2012年のインタビューで影響を受けたアーティストとして、スカーフェイス、DMX、ニパック、JZ、ナズ、ボーン・サグズン・ハーモニー、ゲトー・ボーイズ、ユージケイ、スリー・ロック・マフィア、アウト・キャスト、リーク・ォン、エミネム、トゥイスタ、アイス・キューブ、ノリ、オール・ダーティバスタードを挙げている。2014年11月4日、ニューヨーク州ブルックリンク・ウィリアムズバーグのレコード店で、 演奏を終えた後、車の中に座っていたフレディ・ギブスに対し、銃撃戦が起きた。フレディ・ギブスは無傷で逃れ、側近の二人が撃たれたが命に別状はなかった。2015年5月、地元インディアナ州、ゲイリーの子供たちのに、学用品を購入するために、スクールサプライニブアウェイオブ・ゲイリーを支援する基金を立ち上げた。フレディ・ギブスは、 ゲイリーで育った私のような子供が自分で何かを作る機会はほとんどありませんでした。基本的な用品を持っていなかったために学校でうまくやっていこうという意欲がほとんどなく多くの人が暗い道に進んでしまいましたと説明している。スタジオアルバムコラボレーティブアルバム。ありがとうございます。